Oh yes, that was.人の子か、何用だ。早々に立ち去れ。邪魔をするなら。ほら、怖いけど言わなきゃ。それは聞けぬ相談だな。我が輩はこの地でやらねばならないことがある。これ以上貴様にかけていられる時間はない。もう一度言う。され人間。言っても聞かぬという顔をしているが。そのくらいにしたまえ。ん？誰？何？何だ？そう。探偵だと？クレニアムモットを呼びます。どうしよう。人間どもの真似事とは。だがこの気迫。貴様が何者であれ。誤解しないよ。次元の狭間に消えたアルフォース V ドラゴンを探しにここにやってきたのだ。貴様も。ああ、こちらも少し。この情報量からアルフォース V ドラゴンの気配だけを探るのが至難の業だ。だが私なら。ん？どうだい、少しはやば。私の正体を疑問に思うのはもっともだ。いいだろう。そこの君、さてはここの職員。私と彼はアルフォース。彼はつい最近起こった大規模な。何困った。私たちを手伝う。どうだろう、ボタン。少なくとも私は決して人。どうする。うん、それでは。人間の手を借りる。今はそのようなことを言っている場合ではない。手が多いな。人の子よ、勘違いするな。これこの先から私が座標を固定しよう。承知。今だ。うわさすがはクラウソラス。苦敵に回らずに済んでよかった。この程度。さて、臨時のこの状態なら人間でも問題。さあ、とも。この中、怖いけど依頼のため。無事に入ってくることも、うん、たとえ大規模な迷いが現象が起きた後、かいつまんで言うと今の君は電脳、つまり体と精神が分離してしまう君。
それって大丈夫なの？何？問題ない。こんなことはそう簡単には起きない。だが、私の身近にもっと不可思議な女子のネットワークから出ていけば、おのずと、だが、長いは問題ないと言ってます。厳密に言うならば、しばらくは問題。このまま体と精神が離れた状態を長く続けると、この空間で君自身がダメージを受けてほしい。つまり、大変だ。とにかく、アルフォかなったね。なんとかなったね。待て、それ以上進まない方がいい。君たちには見えないかもしれないが、そしてアルフォース V ドラマンのコンセプト、つまり奴は次元の狭間に落ちた後、出口を求めて待つんだ。クレニアムモン、この歪みは私ですら干渉することができない。では、私たちにできること。何を弱気なことを。危険など最初から承知している。アルフォース V ドラモンを救うことこそ我が輩が自らに課した使命なのだ。ここまで協力してくれたこと礼を言おう。あとは我が輩一人で向かう。何のつもりだ、人の声を。バイ。そこをどくがいい。人間風情に我が輩を止めること、先ほども申したはずだ。この俺、彼がなぜ君を止め、それならば私が彼に力を貸すり。何を分からぬこと。あくまでも我がクラウソラスの真の力。いざ参る。
よくやった。と、三十。もともと微弱なデジタルウェーブが消える前に、急ごしらえ、彼は私が連れて行こう。どうやら全員無事のようだな。なぜ邪魔をした？手がかりはすぐそこにあった。捨て身でもあの中に飛び込めばやつ。アルフォース・ブイドラモンの運命はすでに私たちの手を離れた。クレニアムモン、それがわからないお前ではないはずだ。わかっている。我が輩たちがあの先に向かったところで無事にやつを見つけられることなどできぬということも。ヒデネラに止められなければ。だが頭では分かっているつもりだ。人の子よ、願わくば。言ってしまったね。君には私からでと思う。私の子よ、彼の子は彼らロイヤルナイツマザーと。しかしある時からその声にノイズが混じるよ。私たちが正しい判断をすることができる。ほっとすまない。一人さて、アルフォース V ドラモンが私も去るとしよう。もしまた君に会うこと、君たちのこれからが
ったか。許したいが許せない。なぜだ。人間の破滅こそイグドラシルの意志。滅びるべくは迷う必要などないのだ。我が輩はイグドラシルに忠実で。Alright, have a good night.
開始だ。とかなったね。
Thank you.